こんにちは、こんばんは、ホビドワです。バットマンアーカムナイトブレイス再開していきたいと思います。ってことで、今回リドラーの謎復讐をちょっとね追いかけていきたいと思います。任務氏がどれほど過酷なゲームを用意しているか。いきなり爆弾解除が出たぞ。どうなってやがんだ。そして相変わらずガクつくアサイラム。コブラ戦車検出。はい、終わった。ちょっと待ってね、ここら辺呼べなかったような気がするぜ俺。このエリアは自動操縦では走れない、ね、ということで、よし、リドラのところに戻ろう。この自動操縦なんだろう、おいおい、ステージかなんかで表示されるのかな。これはできるんだ、これやっとこう。こんにちは。ちょっと落ち着けお前ら。あ、やばい、間違えた。あ、ささっと、違う、お前じゃない、お前じゃない、お前じゃないんだ。遠くのやつをやりたいんだ。こいつとか。ちょっと爆発しとけお前ら。おっと、危ない。カウンター。ミスった。外した、思い切り外した。よいしょ、頭突き。はい、大丈夫でした。大丈夫でしたよ。なんかちょっとアクシデントが多発していたような感じがしないでもないが、まあ大丈夫だろう。あったった、これこれ。武装解除だ。とりあえず、ポイントがもらえるし、クリアだけはしとこう。おやっそ。これって全部終わらせると逆に何かあるのかな。メティコの数、半端じゃないよね。いくらなんでも多いんじゃねえの。これから孤児院に戻る。セリーナが。ゴストムセリオ、またか。分かったよ、やるよ。罰、お前がそう言うんだったらやるさ。当たると思った、当たると思った、マジで当たると思った。なんだ罰、今の適当な後ろ蹴りは。ダビデとゴリアでチャレンジが達なんか出たぞ。達成したんじゃないや、出ただけだね。長押しでバカジェル、バカジェルでよろしくお願いします。はい、スプレーします。罰、ほんとそれ上でもよかったんじゃねえかな。別に中側ではなくてもいいんじゃねえの。まあその方が確かなんだろうけど。はい、どんどん目的から逸れていってる感が半端じゃないけど、まあいいや。あそこないの本当に。この前もなんかあそこの上行ってみたような気がするんだけど、行ったら何もなかったような覚えがあるんだよね。行ってみるか。ミッション選択しろと出ているが、ちょい待って、ちょい待って、いいな。何、もう銀行に先客がいるだって。はい、いるみたいね。こんにちは。刀持った変態がいる。おっと、刀持った変態が問題じゃねえや、これは。刀もん持った変態が問題じゃねえや、これは。ちょっと待って、何が攻撃してきてたんだ、あれ。スナイパーがいる、スナイパーがいるんじゃねえ、あれか。じゃあ、当たんねえところで相手をしないとな、そうだろう。おっと。おっと。これ、場所が悪いよな、明らかに。痛い。これどっちかっていうとかなり難易度が高い方だぞ多分。痛い。なかなか、おっと、危ない、危ない。 HP を強化してるからまだいいけどね。カウンターしろとまで言われてるよ、もうすでに。あ、よっと、痛い、間に合わない。おっと、間に合うか。やばい、捕まれたか。はよっと、やばい、それどころじゃない。あちらに忍者がいるので、あいつらを後回しにしたいんだけれど、なかなかいけないな。そろそろきつくなってきたぞ。
それどころじゃないんです。ちょっとお待ちください。おっとカウンター。クソ忍者とあいつらが武器持ったやつらが混ざっててちょっと分かりにくいね。おっと危ない。おっと持ってけるか。持ってきた。数を減らしてるのはいいんだが結構ギリギリだぞこっちとら。おっともう一体来てたのに当てられカウンターできなかった。おっとこいつらを早めに落としてと。ダメだ何もなかった。おっと今だ。逆に有効活用するんだ。まだいる？避けるなや。ホットカウンターいけたか。ふうこれはきつかった。ごめんつもう後半ね負けると思ったわ本当。でどうするんだい。あそこ行ったら逆にやられちゃうんだろう。これ無効化できないの一時的に。逆に端末を遠くから何とかできたりも無理だよな。どうするよ。あそこに近づくと多分当てられちゃうしな。遠隔ハッキングではなくてこれかく乱機で何とかできないかな。今はまずい。マジ無理。ダメな感じ。ダメな感じ。罰あれ俺これ死ぬのが怖いんだけど。これ死にそうだよね俺。そう思わない。それだよね。ほらほら無理だって。罰絶対あそこ無理だって。どうすんのさ。敵倒した方がいいんだけど。あ先にこの上のやつを解除して向こう側にバカジェルを押す感じ。おおこれ点数2倍もらえるっていうか2つもらえるってこと。それならばそれでいいんだが。あよっと。それともあれ下のやつはダミーなのかだよね。これ逆にこれ先にやっといたらあの下の方ちょっと簡単になってたんじゃねえの。ああこれもやらないとダメなのね。オッケー。ポイントもらえなかったね。先に上のやつをやってから下に降りろってことだったんだね。オッケー。はい爆発。やっぱ1個しかもらえないね。なんてこったい。さてコンバット関連バトスーツ HP 関連の強化をもうやばくなってきてるからやっといた方がいいんだけど。というかアップグレードポイント16も溜まってる。いつの間に。バリスカーマーはいアップグレード。とりあえず最大までいったね。グラップリングの後により高く空を飛べるようになる。はいはい。という視界に入れ時でもない連続攻撃ができるように。あれこの前買ったようなあれ選択してない感じになったのかな。どうしよう。バトモビルの強化をちらっとやってしまってもいいんだけど。コブラドローンのバットモービルの装甲の強化、打ち上げ機のアップだね。スーパーインジェクト。これいいんだけどね。あんまりバットモービルからすぐにインジェクトしたりしないんだよね、ほとんど。しない理由がね。しない理由がもうあれだからな。これ強化しとこう。バットモービルからインジェクトを早めにしない理由が。あとちょっとで全部取れるんでこっち先に取っちゃおうかな。しない理由がほとんどあのガクついてしまうので基本的にしてないんだよね。ひどい理由だよね本当。かく乱機がいろいろ強化できるんで早めにしてしまおうかな。セントリーのディスペンサーを妨害して敵が使うとさ使うとした際に爆発して彼らを行動不能にする。うん強い。4台目のチャージより多くの敵側装備武器をかく乱し交戦前に戦略上のオプションを増やすことができる。うん強いのあるよね。こんな感じでちょっと他のサイドクエストというかやつをこなしていけば結構いけるんじゃないの。あ大量にあるんだよな。あそことか明らかに上のところに一つ下の方に一つだよね。ちょっとやっとくか。リドラーの方に行く予定だったんだけど今回リドラーじゃなくて先にこっちでやっちゃうかな。はい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 。ちょ待ってね。バットマンだバットマンだ。はいはい。バットマン出すとも出てこれねえんだよ。そうなんだよバレちまった。バレててしょうがねえ。そこに今のところ行く気はねえぞ。いいないいな。振りじゃねえからな。今は行かねえぞ。いいな。どうすんだこれ。あの下のところ簡単に行けねえぞ。
行くと確実にバレるぞこれ。どうしろってんだ。忍者入れて忍者爆弾仕掛けられてるよ。なんかちょっとテイクダウンできたりしない？これ間違えなければ順番を一部できそうだな。ドロップキックはしたくないんだけど、なっと。はい、ついでにできた。バレるだろ、あれ、普通。さっきのはね、明らかに。明らかにバレるやつですよね。なんか、おごった感じのことをおっしゃっていますが、彼らが。彼は罰の何も知ってはいないのです。確か私が使ってる限りにおいてはかなりやばい感じだけどね。何がやばいって、普通に下手だからね、テイクダウンが。いけるぞいけるぞいけるぞこいつ。あ、バレた。今ちょっとバレてたよね、明らかに。大丈夫かな。フィアーになって、フィアーに。いけんのこれ。みんなあそこに集まってくれねえかな。あそこに集まったらフィアーテイクダウンが連続でできるんだが、今2人が最大だったかな。フィアーマルチテイクダウン、テイクダウン、テイクダウン。よし、こんな素晴らしい感じに決まったのはいつぶりだろう。多分初めて。言っちゃなんだけど多分初めて。待つんだ。いいか、センチュリーガン。ちょっと待て。待つんだ、センチュリーガン。いいな。間に合うかこれ。本当に間に合うのそれ。罰無理やりじゃないそれ。 OK。経験値も入ってるし、いい感じなんじゃねえの。おお、びっくりだよ。やつを見た時のお前の顔だな。傑作だったよ。バットマンが自分そっくりのコウモリ男にビビってるんで。あれ、コウモリ男関連なのこれ。びっくりだよ。マンバットのあれだよね。あのサイドクエストが一向に進まないんだよな。どっかでマンバット見つけないとダメなのかな。ちなみにバットマンじゃないですよ。本当にマンバットですよ。あの博士な。何の先っぽだって？なんて言った？この状態でこの塔たちを破壊していくんだったらこっちだよね。もうちょっとやってしまおうか。今回これメインでやっとく？どうするよ。その方がいいかもだね。多くねえか。多くねえか、ちょっと。何、だんだん難易度上がってない？大丈夫これ。あそこだよね。ああ、でもないのか。難易度的に。おっと。よく考えると。あばカジュエル。要は戦闘がないタイプね。あれ、続行するには周囲の安全ってできないんだけど。続行するには周囲の安全を確保してください。どういうことだ。安全も何もね。そしたら、こっちは特にやるようなことないんだけど。敵ないんだよな。何の安全を確保すればいいんだ。安全ではない何かがあるのか、ここに。あ、痛い。安全だって。安全だって信じてよ。安全だって。大丈夫だって。これか？これなのか？セントリーガンを破壊せよ。はい。これなのかな？やっぱり。これしかないよね。はい、やっと。あ、だったね。OK。こいつはいいや。かなりポイントを獲得がはかどるぜ。ウェイティングポイント。こんな調子でやっていこうか。あ、少なく飛んでた。ああ、ゴミか。てっきりモンバットがいるのかとばかり思ったが、そんなことはなかったようだ。マンバット一体あいつはどこに。アズラエルもそういえば見つかってないね。バットマンの様子が変なんだってよ。そんなまともな時があるみたいな言い方。これ呼べるんだっけ。こっち側は呼べるね。車、あそこに爆弾があるようなので解除してしまおう。
あれすでに解除したどれかなのかっていうか、めちゃ固まったな相変わらず。はい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 、爆弾解除大作戦、なぜか見つかっているというね。バットコンピューターが接続されました。敵の戦車がやってきます。了解。やつを見つけた。おっと、はい、オッケー。どこ今いたような。あ、いたいたいた。オイルが上がってるからな、倒しやすい倒しやすい。そして最近密航に使う気配がない、バルカン。全くもって問題ない。次、次どこ？いた。はい。俺の経験値になるがいい。コブラとかマンバとか全部ヘビなんだね。敵のドローンのあれは。てかドローンだけど中人入ってないのこれ。ドローンってことは入ってないんだろうけど。そんな入ってないでこんなすごい操作できるの？大丈夫なのそれ。だからバットマン勝てないんじゃないの？めちゃミサイル外したこっち。おっと、これでもクラグイヤー外した。かっこ悪い。大変かっこ悪いですね。よろしくないですね。はい。装甲はまだ持ってるね、本当に。お前は持たないはずだ。ミサイル出た。おっとっとっと、EMP ブラスト。あえて撃つ感じで。そしてこちらは HP をかなり上げているので、実は結構余裕があるというね。どこだ？レーダーに実は映ってるんだけど、あんまり見てる余裕がないな。痛い。次。多いな、数が。で、これ進めていけば進めていくほど敵の数は上がっていく感じでいいの？はい、OK。爆弾の弾頭が現れた。経験値も手に入ってるしね。今回でも経験値のパワー、経験値でのレベル上げというか、あれあんまり起きないね。やはり戦闘とかこういうバットモービルで移動すること多いし、それであんまり経験値がたまんないようになってるのかな。多分それだよね。とのことだ。さてスーパーグラインドというかグラインドしていこうか。で次は？あの人が変わったみたいに残忍になってるようだ。ジョーカーをやってからだな。ちょっとおかしいのに拍車が変わった感じですよね。わかります。まあ実際あれなんだけどね、バットマンをやってから、バットマンじゃない、ごめん、ジョーカーやってからじゃなくて、あのジョーカーのウイルスに汚染されてからだよね多分。この前もそれでちょっとおかしくなってたしね、本編中で。よし、塔の光がここから見えているのでちょっと解決していきましょう。若造ってロビンのことですね。ナイトウィング、ブラッドヘイブンって面白い名前だよね。ちなみにナイトウィングが活躍する漫画の方なんだけど、漫画コミック版の方なんだけど、日本の方でも発売されているのでね、ぜひ興味がある方は読んでみてください。ただ個人的にはバットマン関連で面白いのといえば、やっぱりキリングジョークとかが面白いかな。ニュー52などのシリーズも面白いけど、フクロウの法廷とかね、そっちの方のシリーズも面白いですよ。あと歩いていくと半端じゃない時間かかるね。やっぱ飛ぼう。ここだな。はいはい、ゴッサムに占領された。このドローンをなんとかしろってことだろう。任せてほしい。遠隔操作でいけるんだっけ。遠隔操作だよね。オーツバーグに爆発物がある。町を守らなければ。ドローンを操作している兵を標的にしよう。データ接続、はい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 。ドローンを操作している兵を標的にしよう。これだな。近づいてみよう。ああ、遠いんだ。はい、と。標的数、打撃と無力か。よし。
十分ですね。はい、どうしよう、行こうか。ビンゴビンゴ。うん、早速あれが出てますね。経験値が。あー、やばい、こっちから入るとやばい。あ、どっかから降りられたか、多分。多分どっから降りられたよね。ちなみに別にご利用しでもこちらの方のこいつらは倒せるといえば倒せたのかな、多分。そんな感じはするよね。あと今回もうリドラはないんじゃないだろうか、このままでいくとね。あ、明らかに今回パワーアップ回になってるよね、こういうのを集めて。クエストをこなしていこう。今回でトゥルーエンドに行けるのかがわからないんだけど、実況内でね。こういうサイドクエストを全部こなしてエンディングを迎えることによってトゥルーエンドになるみたいだよ。迎えられるのだろうか、トゥルーエンド今回。あそこめっちゃ火ついてんだけど。火ついてるのは明らかにファイアフライをこの前退治したところだよね。あ、ここあるね。何か所か本当戦闘がないところがあるんだよね。オッサモンファイヤーを追加で発生しましたよ。あれは武器持ってんのかな。このエリアは自動操縦では走れない。さようか、忘れていたよ。撹乱装置にしてと持ってんの本当に。あれ、あれを妨害するには撹乱機をアップグレードしなければ。ああ無理なんだ、やっぱり今の状態だと。すまないな、罰てっきりいけると思ったんだが。さすがのバットを持ってしてもちょっと難しいか。これ場所が悪いな。おい、これ速攻でなんとかしないと俺死ぬぞ。よし、明らかに無理だ。一旦降りよう。あいつにこちら側まで来てもらえるならいいだろうが、それ以外だったら私はやらない。どうだ、いけるのか。痛い。向こう側には私は行かない。いいな、私は行かないからな。さあ、ごゆうブラザー、アウト、アウト。いや、バレるとアウトだね。てか、こう読めないんだ。操縦では走れない。ぶら下がってテイクダウンできたらよかったんだけど、できないからな。やっぱダメだね。どうしよう。なんとか先にあれだけを、あのセンチュリガンをなんとか無効ができないだろうか。これでも無理だよね。まず狙うことすらできないしね。どうしてもか、あいつらをなんとか速攻で始末したいんだが、何体かは始末したんだけど、やはりこのまま行くと自利品だな。できるか。やべ、はい、アウト。はい、やった。絶対やり方が違う気がする。なぜだかわからねえが違う気がするぜ。バットランクか、バットランクなのかこれ。バットランクで何とかしろってことなのか。絶対違うだろう。このエリアは自動操縦。違う、ちゃうねん、バツ、ちゃうねん、ちゃうねん。バットランドで何とかできないか、ちょっと検索中だったんだ。これ爆発させるとか。ダメだね、バツ。全くないね。もう切る外した。もう切る外した。こいつらこのバットラングでなんとか気絶させられないのか。ダメだね、多分。ヘッドだ、ヘッド、ヘッド。倒せたぞ。嘘だろ、今ので。何、これで倒せってこと。嘘でしょ。消えてるぞ。どうなってやがんだ。ダメージがすでに入ってたからか、これ。だよな、多分。こんな簡単に死なないよね、敵。多分、普通は。気絶しただけだよね、あれ。
もう普通のバットラングでいいんじゃないのこれ。このままやったらなんか死んじゃう感じなんじゃないの敵。外した、思いっきり外した。これでいけるならばなんだこのほう、俺は別に一晩中こっからお前らバットランクで通してもいいと思ってるんだけど、これ絶対アウトだよね。待って、バットクローはどう、バットクローは なんとかなんない、バットマン無理だね。ライランチャー、リモート、爆破ジェルを、やばい忘れてた。はい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 、バツ飛ぶんだ飛ぶんだ、バツ今のうちに。はい、オッケーオッケー、もうちょっと食らったら死ぬわこれ。バットマンがやばい感じに死にかけているよ。くそ、あと2体なんだ、なんとか倒せないものだろうか。ちなみにあれどうやって本当は無効化するんだろう、なんかあるんだろうね方法。実際はちょっとダメージを与えられたから今度こそ、はい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 、自動操縦、自動操縦、今度こそリモートバットラングでなんとかなるんじゃねえの。リモートのバットラングの威力が上がるっていうアップグレードがあったはずなので、それを買っとけばよかったよね今考えると。倒した、まさかの全員。あとは向こう側のあれ行くじゃないですか、あれ行くのいいんだけど間に合うの、できないよね、もういないね。あれに間に合うかだよね操作が。ほらこれ行った瞬間多分来るから、あ、来なかった。バカジェル、間に合うか。ダメでした。ダメでしたよ。やはり何とかあれを解除するのか。まあこんな感じでご利用しで倒せなくはないだろうけど。住民たちが苦しむことを知りながら死ぬんだ。辛いね。あとお前相変わらずちょっと怖いけどかっこいい感じだよな、スケクロ。嫌いじゃないよ。いやー今回はいいところが見せられないな。今回も。さて、で他のあれを探してみようか。あれ下手するとアップグレードすればなんとかなるか。おいおいね、なんか装備を、おいおい調べてみるしかないだろう。とりあえず行けるところから行ってみよう。マンバット見つからないんだろうか。そういえばこのいつら落ちたんやか。貧弱な装甲にバルカンがどうのこうの。まあ、他の正義の味方たちのビジランの話をしていますね。バツ以外にもいるにはいるけど、まあ、大体バツ関連だよね近くにいるやつらは。まあ、隣町にはスーパーマンという変態がいるけどね。スーパーマンが一番めんどくさいだろうねこいつらにしてみれば。おっと、まともな、珍しくまともな戦闘のあれだな。敵の数がちょいと多いけど、思いっきり俺がミスってることを除けば大体大丈夫。おっと、ちょっとこれでももらってくれ。おっと、おっと、カウンター、バットクローを使えと出ているな。使わないとやっぱり取れないからな、あれが。終わりだ。はい、となんとかクリアできましたよ。格ランキングになってーら。なぜか装備を変えるのはあれになってるんだよな。操作ミスでね、いつも違うボタン押しちゃってるんだよな。よっと、ポイントもう1点獲得だ。今いくらぐらいだろう。ガジェットそろそろ本当強化しようかな。くそ、向こう側に大量に戦車があるのに戦車呼んで撃破できないのが辛いよな。でいくらぐらいあるんだい。6点か。ふむふむ、ガジェット技術、ガジェットスキルの方なのかなこれは。
ボアのドローンを妨害してバイガシのフィードバックループを作成する。敵がドローンを操縦して攻撃しようとすると逆に敵自身にショックを与える。これではないな。バカジルの起爆時、ケーブルの持続時間を延長しより長い間敵を攻撃する。ダウンした敵を復活させようとした衛星を直ちに行動不能にする。おお、いいね。遠隔するモードスキャナーを妨害してその使用者にダメージを与える。スキャナーが操作モードシグナルをロックオンした時にと、ガジェットスキル。以上に2体の敵に狙いをつけ、それぞれに向かって2本のバトルが反す。2人の敵は同時に地面ノックダウンされる。マルチバトルングに切り替え。おお、LT と RB か。絶対思い出せないだろうな。自動的に向きをリモートバトルング、リバースバトルング。最も強い外傷の一つである。バトルングのパフォーを向上させよう。戦闘中クイックファイア、敵に当たりダメージ増大する。これは素晴らしい。取っておきたいと思う。このアップグレードバットクローに適用すると、武装した敵が現れた際、離れた場所から武器を奪って驚かすことができる。戦闘中にクイックファイアバトルングを使うのも効果的だ。グレーの瞬時的にロックオンして使うか。グレーの瞬時リモート。グレーの中に攻撃する系は微妙だな。強いて言えばこれか。飛行中は微妙だろ。嫌いではないけど。嫌いではないけど、ちょっと微妙かな。ここはこんな感じか。さて、次のところに行ってみようか。なんとかだからさっていうと、ちょっと違和感があるな。これはこの前のやつではないみたいだね。ではではでは、クリアしていくとしようか。おバレテーラー、ほっとほっと、一体ノックダウンしておこうか。ほっと、おいしょい。一本投げとこうか。終わりか。終わったね。早っ。今回早かったな、珍しく。ということで爆破だ。これ意外とあんまり見つからないかと思ったらそうでもないね。結構見つかってるね。できるだけ破壊しておこう。あとあとここら辺の空を飛ぶときにも簡単になるよね。問題はここは呼べるところだっけ。もう、まあ、もう呼べないところだよね。計画ってのは工場だけじゃなかったのか。なんだそのクラウドバーストって。クラウドバーストは緊急時対応策だ。クラウドバーストについて話が出てきていますね。そうなんだろうか。クラウドバースト、あのおかしくさせる霧をそこら中にばらまくとのことなんだ。大丈夫なのか。やめてください、お願いします。もうないかな。あるはずだけど見つかんないね、今のところ。向こう側、おーおお、人多くね。あー、あれか。畜生、これでも落としたら近くにいる戦車に丸分かれたぞ。殺されないだろうな。怖くて怖くてたまらねえや。そうだろ。あ、そうだ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、話す話す話す。我に策あり。ちょっと待ってね、ちょっと試したいことがあるんだ。リモートバットラングに帰る。バレてるはずだがバレてない。これでも食らうがいい。これだね。なんかあんま効果ないような感じなんだけど、効果ないっぽいね、あんまり。なんかダメージは入ってるっぽいけど少ないね。はよっと、たまたまだけど、まあいいや。痛い。はよっと、カウンター、カウンター、カウンター、終わらないぞこれだと。おっと、オッケー、ダメだ、失敗。ふむ、なんとかなったぞ。どれだお前か。
解除。アップグレードがどんどんはかどっていくけど、ここら辺の選手の数が半端じゃねえよ。48とか出てるぜ。こいつらを追い始末するのか、大丈夫だろうか。うちのバットモービルさん、この戦いが終わったら新車に変えた方がいいんじゃないだろうか。バッツ、多分その方がいいぞ。これ撃墜できないの？ちょっと一回逃げるよ。終わったか、もう何もないか。はい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 。まああれだよね、ヘリコプターが撃ってきてる感じだよね。多いなあ、ほんと戦車ここら辺全部撃墜するのが楽しみで楽しみで仕方がねえ。あ、ここら辺はなくて向こう側の町にもあるのか。この橋向こうだよね。これかな、取り忘れたの。取り忘れたというかね、取ってないやつは。壊せる壁があるからあの中か。こんにちは、バツです。で、おっと、あれはつらい、あれはつらいやつや。はい、いいよと。なんだかよくわからない間に終了。さーてとやっちゃおうかな。リモートバットラングじゃないんだよね。これだー、バカジェル。今回本当このサイドクエストばっかやってたね。マジか。バツですね、わかります。破壊。The easy way。ディドラーのあれがあるね。どういうことだろうか。そしてまたボタンを間違えてるよ。俺なんとかしろよ。正確だ。スイッチで、ここなんだ。ああ、それだか。金庫やばい。大丈夫、それ気をつけた方がいいよ。さて、といった感じで今回寄り道ばっかりしてしまったんですけど、次回こそちょっとね、リドラーの方とファイヤーオンザシティを、こちらですね、先ほど出たので多分行けるはずなんだ。これだね、ファイヤーオン、ゴッサムオンファイヤー、例によって例のファイヤーフライがオーティスバーグ消防署を襲った、逃がさんぞ。ということで今回がラストだったんだけどね、ファイヤーゴッサムオンファイヤーはこれをやっていきたいと思う。ではまた次回でお会いしましょう。ホビドワでした。